いやー、瀬戸内圭介だよ。記憶少女、会えなくてってないわ。間違えた。ジエンド、やっていきまーす。よっしゃー。よっしゃ、今回のパート、瀬戸くん、イコールスター、いってらっしゃいくらー。いちいちこんなこと言ってくれるんじ、ジパング、お前好きと礼儀正しいな。よっしゃー、まずは、今日はちょっとさ、射的から始めますわ。ジョーちゃん、射的やるかい。はい。毎度、300円ね。よっしゃー。毎度。射的の弾は5つだからよく狙って撃つんだよ。画面上には、映る青いカーソルが今あなたが狙っている場所です。そのカーソルは十字キーで動かすことができます。弾は決定キーを押すと発射できます。されます。よーく物を狙って撃ってください。間違えても店の大石さんを撃たないようにそんなことある。次はハーははは、いてーよ笑ってくれ。ちょっと待って、今気づいたけど、こんな女の子、もうこのキティちゃんみたいなのめっちゃ呪われてない?ファイヤーははは、いてーよ。てか、左下のやつも怖いしさ。確かこれマイナス1点のやつだったっけ?ファイヤーはは、ちゃんと物に当てないと、外した。ファイヤーああ、痛いって反応するだけか。おっちゃん、ボキャブラリー少ないよ。一パターンって。しかも怒らんのじゃ。お、もう弾がつきたね。君のポイントは0ポイントだね。おっちゃん当ててもポイントもらえるのや。ちくしょう。またおいで。よっしゃー。今度はちゃんとやりますから。ちゃんと。つまりな、呪いの人形以外を綺麗に当てればいいんやろ。てか、的を動かんけな、さすがに。よいしょー。こんがりこーん。あはは。ためで倒れんかったらあかんの。え?で、つまり、上の方を当てた方がいいんかな。よいしょ。やったー。倒れた。おめでとう。娘にやろうとしたら、いらない。こんがりしてる。で、こんがりこーんやもん。こんがりしない。こんがりこーんって、こんがりこーんって言うか、ただのこーんやぞ、お前。って言われて、意味がわからず、途方に暮れていたんだ。あ、そうな。妹の代わりなんやな。いや、ポイントが高い方がいいんやけどさ。ここはあえて全部倒してさ、どんなメッセージ来るかちょっと試してみようじゃん。お前さん、アタック。フィギュアに当たりました。フィギュア倒れました。上の方狙わなあかんのじゃ。こらー、俺のフィギュアになってことなんだ。じゃあ置くなよ、お前。じゃあ置くなよ、こんなところに。狙ってください、みたいな置き方したわけ。それは狙うやろうが。なんだこのおっさん、射的やる気あるんか、射的の屋台出す気あるんか。よいしょ。日本人形に当たりました。日本人形倒れました。罰当たり目。じゃあ置くなって言おうやろうかお前。じゃあなんで置いたんや、罰当たりだと思うんかよお前。それでな俺にお前も金取りようなら300円返せだ。よいしょ。ごめんよ。ジパング、おめでとう。ちなみに、お嬢ちゃんは白いカエルが実在するって知ってたか?なわけないやろ、お前さん。頭なくなった。ゼロポイントなんかよ。え、なんでゼロポイントなん?なんで?え、当てたやん。いくつか当てたやん。ゼロポイントの意味がわからん、今のは。まあいいや。こけしって、呪いの人間を当てたろ。狙いにくいな。この辺かな。あっしゃー、当たったけど倒れんかった。こけし強いな。顔の当たらなくなるかな。よっしゃー、こけし当たりました。おめでとう、こけしデビュー。おめでとう。バカにしてんのか、なんか意味わけわからんけどバカにしとく気がするぞこいつ。こけしデビューおめでとうって、おめでとう、こけしデビューおめでとうって何なのお前。七五調で言われたって嬉しいな。今呪いの人形ラストいきます。おいや、カッティってんよこれ。もう呪いっぽい名前ちゃうんやけど。おめでとう、外国から買ってきて娘にやろうとしたら、いらない、こんなの違うって言われてどうしようか迷っていたんだよ。そりゃこんなの違うわ。なんなんだな、呪いとか恨みますとかそんな感じで考えとるけど。もういっちょう。じゃあこのおっさん、コロレラの6つの人形いくら持ったんやねん。
よっしゃ、最後おっさんに乱射して終わろう。ポイントは7ポイントや。打倒した商品を品を商品としてあげたいところだけど、まだ使い回すつもりなんでね。使い回すんかい。射的ってさ、落としたもんが商品になるやつじゃない。何をお前捕まわしたんだ。当てるだけのゲームなんかよ、これは。景品と言っちゃなんだが。はい。景品はザ・ポテトチップだったよ。ああ。カーンってなったわ。いらねえっていう感じなんや。マギちゃんの心境いらねえって感じなんだ。けどなんかこれ役に立ちそうな気がするな。アイテム。小池屋には劣る美味しさのポテトチップ。劣るんかい。ザ・ポテトチップ。そこは G じゃない。G、ポテトチップだね。よっしゃあ、本題に入ろう。飲み物。何にします？あ、これさ、お金なくってさ、紅茶買えようになったら、紅茶じゃないわ。緑茶？あれ？麦茶か。麦茶買えようになったらどうなるんだろうな。まあ、私の分、私、大人だからコーヒー買います。あ、これ買い占めたろ。全部買い占めたろ。全種類買い占めたろ、一本ずつ。オッケー。思わず叫びたくなるうまい。うおーいお茶。うおーいお茶って。飲んで叫びたくなるって。飲んでうおーいって叫ぶかって話だけ。アキエリアス。たくさん飲むものは舌が持たない。スポーツドリンク。あんま運動せんけんな。どんな時でも、勝負な気分に、紅茶。ここ、勝負の紅茶、ここじゃないんやな。なんで正午なんだ。正午って一瞬やだよ。中二病の子供が無理して飲もうとする品物。そういう説明入るんや。まあこんなもんか。あ、麦茶の説明見てないわ。純粋したての美味しい麦茶、そのままだった。なんか、あいつが飲むやつだっけ、普通な説明だったよ。もう、無駄なところついたんやな。なんこれ。何この人、回ってる。面白いぐらい回ってる。私に振りないで。今、心の翼を出してるの、あっち行って。あ、そうか。こういう人にも飲ますんや、ブラックのコーヒー。お主は生きておるか。え？あ、はい。突然何言ってるんですか？生きているか。ただそれだけじゃ。それは生きてますよ。何もわからん未熟者が。なんで怒られた？ちょっと祭りのテンション台無しになるけやめろお前。天こそ我々のまたもどき、ただ楽しき世界。問いだただでは何も始まらんのじゃ。ほれ、精神の白銀の翼で、それ飛び立つのじゃ。じゃあお前はさ、天使の翼でさ、ここ突き落として、天使の翼で空へ飛び立たせてやろうかお前。あなたにはあのお方のお言葉はまだ早かったのかもしれないわね。ふふふ、あのお言葉の意味が分かるようになればあなたも私たちの団体の仲間入りをしたくないわ。お言葉の意味が分かるまではあなたの心の中に白銀の翼をとどまらせておいてあげなさい。じゃあお前さ、お前のことも突き飛ばして、ここから突き落としてな。あ、天使の翼で飛んでいけしたろうかお前。すごいディス入った。トイレどこやねんあいつ。帰ってこんのか。はよ帰ってこいやお前。あいつ、あ、こっち行けるよ。アミ戻ってくるの遅いな。何してるんだろう。確かトイレはこの先だったような。え、まさかこのまま失踪するパターンのやつ。とりあえずお参りか。お参りできそうなところあるけん、お参りしていこうか。賽銭箱がある。中には人の思いがこもったたくさんのお金が入っている。うわ、中身1円玉ばっか。みんな、こすいな。え、猫の声。え、今の猫の声なんなん？あ、上におる。え、なんだ？いや、おるだけ参戦だったわ。アミー、こっちトイレだった。なんか意味わからず行ったらトイレだったんこ。アミ大丈夫？大丈夫って何が？あ、いるならいいの。ちょっと戻ってくるの遅かったから心配しただけ。
あ、ごめんごめん。今日、あの日だからさ。あの日って何？え？めっちゃ気になるんやけど。なんだ、そうだったの。ごめんね、アミ。何の日だったん？気になるんですけど。え、なんかあるん？ちょっと、体になんかあるん？アイエム、そろそろ着いたかな。ちょっと見に行ってこよ。アイエムくん、猫ちゃん、降りてこーい。逃げられた。アイエムくんはどこだろう。人数増えてないよな。増えてね、ないよな。ないな。こっちか？こっちや。そろそろ来るか？アイエムまだ来てない。仕方ない。もう少し待ってみようか。待つんか。やることないっす。やること。射的やらんわ。あ、イベント始まった。おーい。マーキー、この声は、アンパンマン。わけないやろ。アイエム、悪い、イケメンだ。可愛い系のイケメンだ。アキラをイベントで送っていたら遅れちまった。だからって、そんなに急いで走ってこなくてもよかったのに。というか、今の私のことを吹っ飛ばしたよね。勢い余って吹っ飛ばしたよ。あ、できればこのまま押し倒してチューと行きたかったですね。悪い。でもよ、早く来ないとマキ怒るだろう。そんなことじゃ私怒らないよ。怒ってるじゃん今。そっか。あ、でも急いで来て損はなかったぜ。うん？だってさ、その分、そのわけか、可愛い女の子と長く一緒にいることがあってできるんだからな。歩夢くん、いいよそういうの。これでマキちゃんの心はわしづかみ。何無理してるんだろう。無理してくれることバリバリです。あ、これバレてるなって顔です。どうした？うん、なんでも。よっしゃ、二人気になった。そういえばアミはどうしたんだ？一緒に来るって言ったけど。まさかアミちゃん空気読んで一人で回りますみたいな感じのこと、二人きりにさせてあげるパターンのやつ。アミちゃん意外と優しい。あ、アミなら今本棚の方にいるから、少しもう少し待ったら戻ってくると思うよ。そっか。じゃあアミが来たらなんか食おうぜ。俺腹減っちゃった。よっしゃ、何か食おうか。このお祭りは奥森神社で毎年行われる小さな夏祭りなんだけど、この町の人の言う夏祭りはこの奥森祭りであり、みんな夏祭りの日になるとこの祭りに訪れるんだ。あ、あやむくん来てたんだ。アミ、空気読んでくれたんじゃなかったん？何変えてきてんの？二人きりでさせてくれるんじゃなかった？おう、久しぶりだなアミ。あやむくん汗だくだね。ああ走ってきたんだよ。可愛い女の子に会えるからさ。髪はさ、あゆむくん、それキザって言うんですけど、ちょっとあゆむくんの可愛い系イケメンには似合わんタイプやな。可愛い系イケメンやけん、どっちかって言ったら恥ずかしがっとってほしいところ。あゆむくん、目が点になってる。あゆむ、よくもまた堂々と。恥ずかしがってる。彼女は恥ずかしがってるよ。ねえねえ、どうしちゃったのよ、あゆむくんってば。私にもわかんないけど、さっき私に会った時も同じようなことを言ってんの。あゆむくん、なんか前とキャラ変わったね。あはは、やっぱり無理やったのかな、このキャラ。あ、認めた、認めたよ。おいの立ちが気取っていて、それでいてモテてるからやってみたんだけどさ。いや、その友達が得しただけだと思うよ。多分、ベイビーとか言うてさ。それこそさ、あの、花輪くんの大きくなった番みたいなのがおるんだろうな。普通そのキャラじゃモテないと思う。よくよく考えたらこんなことしなくてもよかったのかもしれない。俺にはそのままの俺を受け入れてくれるマキがいたんだもんな。今更や。ありのーままのーっていう曲知らんの？ヒューヒュー、煽ってるバシ。あれ？そういえばアキラくんも来るって言ってたけど一緒じゃないの？いや、俺もアキラ連れてこようと思って誘ったんだけど、アキラのやつ家にいるって言ったから一緒に来なかったんだよ。へえ。アキラくんのことだから、アキラくん知らんけどさ、アキラくんのことだから祭りに行きたいって言いそうだったんだけどな。意外だな。
そんなの具合でも悪いのかな。かもしれない。あいつ病み上がりだからさ、すぐに体が浮かないんだと思う。なんかかわいそうやな。じゃあ11月の秋祭りは秋祭りもあるんかよ。バスってばっかだなこれ。あきらくんと私たちみんなで一緒に遊ぼうよ。いいのか。うん、あみもだよ。ありがとう。じゃあ帰ってるあきらに伝えておくよ。あ、そういえば、はい、あみ、頼まれていた麦茶と言いながらブラックコーヒーを渡す。渡さなかった。あ、ありがとう。けーん、ひやりしてる。あ、ありが、悪魔的にうめえ。ありがてえ。カイジか、お前は。よし、みんな揃ったし、早くなんか食おうぜ。ほら、あつくのお好み焼きとかさ。あゆむく食いしん坊だな。こんな小さな祭りでも、私たちは一緒にいるだけで楽しめる。ねえねえ、あっちで金魚すくいやってるよ。おお、そうだな、一緒にやるか。あゆむくん、その金魚すくいやらせてもらえんけんさ。言ったところでさ、やらせてもらえんけん、ちょっと悲しくなるだけよ。あゆむは私たちがやりたいと言ったことは、ただ見てるだけでなく一緒にやってくれる。あっちゃー、できてる。あゆむくんにはやらせてくれてるやん。なんで俺にはやらせてくれんの。金魚すくい、作者さん、ちょっとそれはないんじゃないの。一匹も取れてない。マキは。私は一匹しか取れなかった。アミはどうかな。マジか。どんなもんですか。1、2、3。さ、30匹。結構飛んだな。4から飛んだらめちゃくちゃ。っていうか、1枚のポイでどんだけ飛いよん。泣くよ。そのさ、屋台の人、泣くよウイス平安宮やぞ、近所なのに。あ、アミ何者？え、別にアミはアミだけど。名前の通りお前アミ使ったな。ポイじゃなくてアミ使ったな。それずるって言うんです。30匹返してあげなさい。一匹も俺取れない俺って。アイム、そんなに落ち込まなくても。はあ、マキちゃんの前やけんな、かっこいいとこ見せたかったのやろうな。ほら、私だって一匹だけなんだしさ。負けてられるかー。うわー、それに楽しみを共有してくれる。取れんかったんや。取れんかったんや、一匹も。無理だ、クソ。そんなに悲しまくなくてもいいよ。本当やで。何お前、こういう悲しい系の BGM つけてまで悲しんどんや。演出うまいわ、お前。だって、アユムは一生懸命頑張ったんだもん。くっ、そうだな。アミには勝てなかったけど、俺頑張った。うん、アミに勝てるわけなんかないんだよ。だってこの子は、目隠しでも金魚すくえちゃうような子なんだもん。何か能力が解放してない。何か能力開眼してない。ダメなやつじゃないか。アミ、もう人じゃないよ。妖怪人間、アミだよ。そこまで言うか。妖怪人間なのか。ちょっとマッキー、妖怪って何よ。はあ、アミっていうのも漢字を難しくしただけじゃないの。はは、名前アミになっちゃってる。アミ、いい響きじゃねえか。イエスのことを作者に言って解明しまえばいいと思うぜ。君、作者ってことはゲーム内のキャラクターが使っちゃダメです。こんなのにさ、テストの回答用紙名前書くとき画数多くて困るじゃない。そういう問題なのか。気にするところそこ。お前らもそう思うだろう。こんな感じで私たちは3人の夏祭りを過ごしたんだ。もうゲームキャラクターならではの楽しみ方するなよ。